水銀の遺産アルマデンとイドリアは、スペインのアルマデンとスロベニアのイドリアにそれぞれ残る水銀鉱山とそれらに関連する旧市街や産業遺産群を対象とした国際連合教育科学文化機関の世界遺産リスト登録物件である。アルマデンとイドリアで産出された水銀は、かつて何世紀もの間、ラテンアメリカで産出される銀の精錬に、 不可欠の存在であり、ヨーロッパへの大量の銀流入を陰で支える役割を果たした。そのため、アメリカ大陸での水銀需要は増加の一途をたどり、それに対応するために、アルマデンやイドリアでは増産の努力が重ねられた。現在残る街並みや施設群は、そうした工業の発展と大陸間交易の様子を今に伝えるものである。スペイン帝国の植民地のうち、 ヌエバエスパーニア副王領のサカテカスやグアナフアトなどの銀山とペルー副王領のポトシ銀山は銀の産出地として重要なものであった。アメリカ大陸での銀の精錬には当初木炭を大量に消費する溶鉱法が用いられていたが1550年代に水銀のアマルガムを利用する精錬法が導入され始めるとそれが急速に広まっていった。それは パティオ精錬法と呼ばれるもので、中庭の最高機で細かく砕いて泥状にした銀鉱石に塩を混ぜ、状況に応じて石灰や黄銅鉱なども混ぜる過準備を施した塊に水銀を混ぜて踏むことでアマルガムを作り、その角範や加熱によって銀を取り出すというものであった。従来の銀の精錬が大量に木材を使うものであり、 サカテカス銀山も開発によって山林が大規模な伐採にあったのに対し、パティオ精錬法は最終工程の一部を除いては加熱の必要がないため、ゲ山の銀行山でも精錬ができるとして普及した。それに伴って水銀需要も増大したが、それを支えていたのがアルマデン、イドリア、ウアンカベリカの三鉱山であった。スペインでは一時的に 中国産の導入などを検討したこともあったようだが、期待した量を買い付けられなかったことや、外国産を導入することで買い付けに伴う、銀流出が起こることへの懸念などから実現されず、実質的にその後のスペイン帝国時代の全期間を通じて、蒸気産鉱山が独占的な供給元となった。このうち、主としてアルマデンは、ヌエバ・エスパーニャ複応領のウアンカベリカは、 ペルー不網領の需要をまかなうものと位置づけられ、イドリアはそれらの補助的役割を担った。この世界遺産は2カ所の鉱山都市と、その関連施設群を対象とし、アルマデン5県、イドリア7県の、計12県の個別資産によって構成されている。鉱山内部アルマデンは、スペインのカスティーリャ・ラマンチャ州、シウダレアル県にある、鉱山町である。 その水銀生産は古代ローマ時代にまで遡り、ローマに新車を供給していたという記録もあるが、16世紀以前の詳しい鉱山開発については未詳であるという。1511年から1524年までは、国王会計の下、個人との開発契約を結ぶ形で開発が行われたが、1524年に、スペイン王カルロス一世が再建者であるフッカー家に、 開発権を譲渡した。途中、アウクスブルクの別の金融業者に開発権が渡ったり、フッカー家が再経営に乗り出した後に、火災で一時閉山されるなどもあったが、1563年から、スペイン政府は再び、フッカー家と契約を結んだ。この時に付けられた条件は、算出される水銀をすべてヌエバイスパーニャー複合領に送付することであった。 17世紀初頭にはアルマデンの水銀生産量は大きく増えたが、1620年代になると早くも減少し、スペイン政府は1645年から国王会計による直接経営を導入し、1661年には契約制度に戻すなど、開発体制を2点3点させて対応したが、最盛期に比べて17世紀後半の生産量は半減した。 しかし、18世紀になると生産量が再び急増し、衰退の一図をたどっていたウアンカベリカ水銀鉱山をカバーするために、一部がイドリア産ともどもペルー副王領にも送られた。アルマデンの水銀鉱山では、スペイン帝国が終焉を迎えた後も採掘が行われており、20世紀末には国有企業によって採掘されていたが、年間1500トンを生産する。 世界最大の水銀生産地であると同時に、約4トンが大気中に放出される汚染源になっていたという問題点も抱えており、生産規模を縮小しつつ、2004年に完全に創業が停止された。なお、閉鎖後、EU 域内での規制強化の結果、各企業などで使用されないまま残された水銀の保管場所として、アルマデンの鉱山を利用する案が浮上したが、見送られた。 アルマデンが約2000年間に世界に供給した水銀の量は全体量の約3分の1に及んだと見積もられている。アルマデンでは以下の物件が世界遺産を構成している。アルマデン旧市街ブスタマンテロ世界遺産登録範囲は48.98ヘクタールである。アルマデンの旧市街は水銀鉱山からコンスティトシオン広場までを指している。かつての街は レタマル城を中心として放射線状に発達し、次第に拡大していった。レタマル城はもともとアラブ人たちが支配していた時代の城塞が前身となっており、町の名前アルマデンも鉱山の城塞を意味するアラビア語名の一部が点火したものである。旧市街から鉱山にかけては、かつてセビリアに水銀を運ぶ時に使った街路1645年建設の サンミゲル礼拝堂、現在は博物館になっている水銀の販売所、17世紀のカルロス門と18世紀のカルロス4世門、鉱山アカデミー、旧監督官邸宅、新社を溶かすための17世紀の旧式の炉の移行と1720年のブスタマンテロなど、水銀生産にゆかりのある施設をはじめとする歴史的建造物群が多くある。 ミナデル・カスティリオの建造物群世界遺産登録範囲は0.22ヘクタールである。アルマデのミナデル・カスティリオには18世紀以来使われてきたサンミゲル・タテコが存在している。このタテコは20世紀半ばになっても機能していた唯一の換気口で時代が進むごとにどんどん深く掘られるようになり木製の塔やエントランスにあたる建物などが整備されていった。 王立強制労働刑務所世界遺産登録範囲は0.11ヘクタールである。16世紀半ば以降、アルマデンには、交府として囚人たちが送り込まれており、1799年の王令で廃止されるまでに、約2000人が強制労働に従事したと見積もられている。強制労働刑務所は1754年に建造されたものだが、 工業技術大学を建設するために取り壊され、当時のまま伝わっているのは一部の遺構だけである。サンラファエル王立甲府病院救産、ラファエル王立甲府病院闘牛場世界、遺産登録範囲は0.1ヘクタールである。記述の通り、18世紀には水金生産量が急増したが、その結果、アルマデンの甲府の数は、囚人や季節労働者も含めて、 増加の一図をたどった。結果として何らかの病気にかかるものの数も増えたため、それへの対応として、病院の建設が必要となった。建設を推進したのは監督官のフランシスコ・ハビエル・デビリエガスで、レンガの荒いしみのこの病院は1755年に建設が始まり、1773年に完成した。現在はアルマデン鉱山の博物館と古文書館に、 使われているる場世界遺産登録範囲は0.25ヘクタールであるサンラファエル王立甲府病院の着工と同じ1755年に建設が始まり1757年に完成した闘牛場でスペイン国内では2番目に古い建設はサンラファエル病院と同じく監督官のフランシスコ・ハビエルでビリエガスが推進したものでこの闘牛場は 併設した季節労働者向けの賃貸住宅と闘牛、そのものとから得られる収益を病院の建設費などに充てるために建てられた。イドリアの景観イドリアで採掘された新社イドリアはスロベニア西部のプリモルスカ地方の鉱山町で1490年代に水銀鉱山が発見された。16世紀の時点ではその鉱山で水銀があまり多くは取れなかったが、 17世紀以降増加し、1689年には2000キンタール程度の水銀を算出していた。しかし、同じ時期のアルマデンは1万キンタール程度、ウアンカベリカは1万5000キンタール以上であり、前述のようにその位置づけは補助的なものだった。イドリアの水銀はヌエバエスパーニャに回された時期が多かったが、17世紀前半においては、 ヌエバエスパーニャで水銀が不足している際にもペルーに優先的に回されていた。これはヌエバエスパーニャがスペイン王に支払っていたのが10分の1税だったのに対しペルーが5分の1税を支払っていたことなどと関係があったのではないかと指摘されている。前述の通りあくまでもアルマデンとウアンカベリカの補助的位置づけであったが18世紀に ウアンカベリカの生産量が下落すると、これを上回るようになった。水銀生産量は、時期による乱高下が激しいが、参考までに、いくつかの数値を示しておくと、1760年、頃のアルマデンの年平均生産量は9334キンタール。ウアンカベリカのそれは5901キンタール。これに対して、 イドリアの1760年の生産量は3224キンタールであった。しかし、1790年頃の年平均は、アルマデンが16800キンタール、ウアンカベリカが2268キンタールに対し、イドリアの1790年の生産量は1967キンタールであった。世界遺産としての価値を調査したアイコモスの評価書では、 アルマデンに次いで世界で2番目に大きい水銀鉱山と位置づけられている。この鉱山での採掘はアルマデンに先んじて1994年に停止されたが、イドリアがそれまでの約500年間に世界に供給した水銀の量は全体量の約8分の1に及ぶと見積もられている。イドリアでは以下の物件が世界遺産を構成している。イドリア旧市街 アントニウスの中心行動入り口世界遺産登録範囲は47.33ヘクタールである。旧市街に含まれるのは鉱物取引所、鉱山劇場、視聴者、フランツテコ、アントニウスの中心行動などである。鉱物取引所は1764年に建設された建物で、スロベニアに残るバロック建築の中では最古の部類に属している。 鉱山劇場は1769年に建てられた、スロベニア最古の石像劇場であり、イドリアの水銀鉱夫たちの文化的な面を伝えている。視聴者は1898年に建設されたもので、絶世オン様式をはじめ、ゴシックリバイバルやルネサンスリバイバルなど、多彩な建築様式が設置された建築物である。フランツ縦港は1792年に屈作が、 始まった盾工で現存する中では、イドリア鉱山で最古の部類に属する施設である。その名前は、掘削が始まった年に新生ローマ皇帝の座についた、フランツ二世の名前にちなんでいる。アントニウスの中心行動は、鉱山事故に対する守護聖人でもあるパドバのアントニウスにちなんで命名された行動で、その掘削は1500年に始まったものである。18世紀後半以降、 中心行動の地下の端に、聖三味一体礼拝堂と聖アントニウスの彫像、聖バルバラの彫像などが相次いで建てられるようになった。イドリアの精錬施設世界遺産登録範囲は0.6ヘクタールである。精錬施設は、ウアンカベリカやアルマデンの技術から影響を受けたものもあり、18世紀にはアルマデンのブスタマンテロが導入されたが、これは、イドリアでは、 スペイン路と呼ばれた。精錬施設は場所自体が何度か変わったが、1880年に建設された木材の運搬などに水力を利用する、イドリツァカワウガンの精錬施設は、イドリアの鉱山が創業停止になるまで使われ続け、停止後は間もなく国定の記念物に指定された。イドリア周辺の推理、木材運搬システムイドリツァ側の 水門水銀鉱山にとって木材は必要不可欠のものだった。鉱内の補強のためには量が必要になるし、道具には木製のものがしばしばある。さらには水銀の精錬には加熱する工程が存在するため、燃料として大量の焚き木が必要になるのである。イドリアではそうした木材の調達にイドリツァ川を、はじめとする近隣の川や水路を利用し、 その運搬を調整するための施設として、あちこちに席や水門を作った。世界遺産になっているのは、以下の5県である。サンルイスポート市の景観イドリアは、市内に残る関連遺産の世界遺産登録に向けた準備を2006年に開始した。当初の計画では、スペインの大陸間道路である神のレアルとの関連から、ペリューのウアンカベリカの水銀鉱山との連携が模索された。 続いて、銀の採掘との関連から、メキシコの銀行産の町さんルイスポート市との連携に焦点が当てられた。2007年に、スペイン、スロベニア、メキシコの3カ国の世界遺産の暫定リストに掲載された時には、それぞれという名称での記載だった。それらは、第33回世界遺産委員会で審査された時は、 大陸をまたぐ神のレアルの水銀と銀の二名法、アルマデン、イドリア、サン、ルイスポトシという一とまとめの名称で、上記三カ国の推薦だった。それに対する世界遺産委員会の決議は、情報紹介だった。情報紹介とされた理由は、アマルガム法を使っていた他のメキシコの銀山との比較を行った上で、サン・ルイスポトシの位置づけを再考すべきことと、推薦名も、 大陸をまたぐ神のレアルを基軸とするのではなく、アルマデンとイドリアというに大水銀産地を重視した名称に直すべきことなどであった。続いて、第34回世界遺産委員会で、水銀と銀の二名法、三類スポット史を伴うアルマデンとイドリアという、ごくわずかに修正された名称で再審議されたときは、水銀鉱山遺跡をめぐる比較研究や顕著な 普遍的価値について詳しい議論が展開されたものの、推薦資産の中でのサンルイスポート市の位置づけを再考すべきことなどの理由から、前年の決定よりも一大会下の登録延期の決定がなされた。なお、メキシコの推薦予定資産であったサンルイスポート市の歴史地区については、同じ年に別の世界遺産である、神のレアルデ、ティエラーデントロの一部として、 世界遺産リストに登録された。最後に焦点が当てられたのは、水金採掘業をアルマデンとイドリアの経済的、文化的発展に影響した技術的、産業的な進展との関連から捉えることだった。それらの鉱山は、世界最大級のものであるがゆえに、水金生産史上の重要な技術集積などが行われてきた場所でもあったのである。新たな推薦では、 三類スポート紙が厚生資産から外れ、それに伴いメキシコは推薦国から外れた。スペインとスロベニアによって水銀生産とその影響に的を絞った推薦理由の練り直しが行われ、それに基づく推薦書が2011年2月に再提出された。それに対して世界遺産委員会の諮問機関であるアイコモスは登録を勧告し、 第36回世界遺産委員会で正式に登録された。この物件は、スペインの世界遺産の中では、コア渓谷とシエガベルデの戦士時代の岩井遺跡群に、続いて、スロベニアの世界遺産の中では、アルプス山脈周辺の戦士時代の区以上住居群に、続いて、それぞれの国にとって2軒目の国境を超える、世界文化遺産となった。ウアンカベリカなお、 植民地時代に独占的に水銀を供給した3、鉱山の最後の一つであるウアンカベリカについては、アイコモスの勧告書の中では、世界遺産としての顕著な普遍的価値を強化し得るものとは認められたが、管理、保存計画の欠如や、完全性の証明の困難さが指摘されていた。2013年4月の時点では、ペリューの暫定リストに、ウアンカベリカ鉱山の名前はない。 スペインとスロベニアは基準に適合するとして推薦した。アイコモスは最初の二つについては認めたものの最後の点については水銀鉱山の特殊性は基準に当てはまる点が主であり水銀汚染が問題とは言ってもそれが他の鉱毒汚染に比べて得意であることを示すには不十分として基準とでの登録を勧告した。世界遺産委員会でも この判断が踏襲され、基準とで登録された。世界遺産としての正式名は、ヘリテッジオブマーキュリー、アルメデインイードリアパトリムワン・ジュ・マー・キューアルメデイン・イードリアである。その日本語訳は、資料によって揺れがある。ありがとうございます。